します。こんにちは。現役は23年半ですね。23年半、はい。気持ちはまだまだやりたかったですけど、もう体力の限界でした、やっぱり頭の中では分かってるんですよね、10代20代とずっとやってきてますからね、これ30過ぎてくるとだんだん頭で中で分かってる動きができなくなってきますからね、はい、やっぱり将来自分の部屋持ってみたいというそういう気持ちはありますね、部屋を持つ資格も協会からいただいてますんで、であればぜひやってみたいなと、そういう気持ちはありますね。ただこれはなかなか簡単にできることじゃないですから、いろんなことでやっぱり大変ですからね、だからでもまあこれから親方になって第二の人生、やっぱりそういう大きな夢を持ってですね、そこに向かっていきたいというのはありますね、やっぱり今ちょっと青森県出身の力士が少なくなってますんで、やっぱりもう一回やっぱり相撲王国は青森県というふうに言われたいですからね、なんとか若手をちょっとできれば県内からね、スカウトして、なんとかやっぱ青森県出身の力士というのを育ててみたいですよね、県民の皆さんにもですね来てもらいたいと思ってますので、もう本当自分にとっては最後の日ですからね、なんとか盛り上げていただいて、なんとか多くのお客さんに来てもらって、まあ、私にとって本当に最後の日ですので、大勢の前で、最後の姿、最後の日っていうふうになればいいなっていうふうに思ってますんで、ちょっと、足締めて、若手に稽古つけながらトレーニングもして、それなりの、現役ほどはいかないにしても、それなりの体でね、もう一回土俵に上がって、最後の相撲を取りたいなと思ってるんですね。